大丈夫、カイ。ミナト。ここまではなんとかできた。けど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は最後まで諦めない。待って。私はまだやれる。この先、キュービの復活時期を伸ばすことができる。今、残り少ないチャクラで、あなたたちを助けるには、それしかない。今まで、いろいろ、ありがとう。クシナ。君が俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。
ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミナト、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで四季封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。美中バランスのため、国のため、そのためナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。ジャクラだとは。おのれ、四代目ホカゲ。あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。
もの台座。わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だった。ありがとう、クシナ。封印にクシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今、ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて、大きくなりなさい。お風呂には毎日入って、温まること。それと、夜更かししないで、いっぱい寝ること。それから、お友達を作りなさい。いっぱいじゃなくて、いいから。本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それと、お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし、得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること。それとお酒は二十歳になってから。飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること。それと、参勤で問題なのが、女。母さんは女だから、よくはわからないけど。とにかく、この世は、男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと、参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト。
これから辛いこと、苦しいこと、たくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。みなと、ごめん。私ばっかり。いいんだ。ナルト。父さんの言葉は、口うるさい母さんと同じかな。はっけ封印。